はい、えー、それでは、えー、メンバーレベル2限定ライブに入りたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、えサイグザさんの東京中国分析、えー、ということで、えー、っと、どうしますかね。ちょっとに一気にいっちゃいますか。はい。まず9番、トータルニュースワールドのツイッターですね。えー、百田直樹氏。 え飯山あかりさんは、私は、えこれ、なんていうもの倒れても。倒れても,倒れても。倒れてもってものあ書けないは読めなかったけど、倒れてもえ先陣を切ると言った、彼女を死なせるわけにはいかない。えー、10番、佐々さんですね、小池梨子、東京都知事ですね。<laughs> 間違いなく 東京地獄に応援演説に来るでしょう、ね、おそらく自民党が候補者を出すか、あるいは無所属候補者を出して、それを自公が応援するか、どうもそんなあの雰囲気になってます、まあ、もちろん三枝さんとしては、小池百合子、東京都知事が、自分自身が立候補しないと仮定して、まあ、その時が非常に注目できるということです。 えー、じゃあ、ちょっとこの2つ、三枝さんからコメントいただきましょうか、ではいはい、実はですね、この番組が始まる直前にです、ねえー、ある政党の関係者と電話をしてました、東京十五区、どうですかとで、はいえー、今ですね、えー、その方がおっしゃる方がです、ねえー、分かりませんよ、これ、本当に流動的なんで、全然分かんないですけど。はい 荒木千春さん、東京都議の、はい、都民ファーストの、うん、その方を出してきて、はい、自公がそこに乗っかって推薦するんじゃないかという観測が出てます。うん、観測が出てますで萩生田さんと小池さんが、えーまあ、会合して、えー、自民が、あのー、公募で出せなくても、えー、小池さんが連れてきた方に自公で乗っかると。 いう話はあの、これは自民党の方もそうだし、そうじゃない方も、その説をやっぱり強く言っていて、でそ,のはい、そうなった場合に、えー、最終的にはいつまでって言ったかな、大体16、17日あぐらいまでにはどん、党大会がなんかあるんですよね、その件で3月、3月です。 でその辺りまでにはもうだから総大会の時に多分紹介するんだと思いますよ、はい、それまで、その前には絶対に決めなきゃいけないので、はい、やっぱりどうやってもやっぱ来週中にはもう前半ぐらいには固めないといけないんじゃないかなと僕は思うんですが今のところその、えー、自民系、公明系の方からこの人っていう話はまだ聞いてませんだから本気まりじゃないんでしょうね。ただあ,の、うん、あるところのの政党の方は 自分が聞いてるのは荒木千尋さんであると、で荒木千尋さんだったら千春ですかねあ千春さん,千春さんで,で、そうなった場合は、えー、金沢優衣さんでも勝てるだろうと、で問題はそうなったらあるじ、ある自民党の関係者は、金沢さんよりは、ひょっとすると飯山さんの方が強いんじゃないかっていう言い方をする方がいました。 うん、あの仮想的としてはむしろあの飯山さんのがどれぐらいぼわっとこう盛り上がるかを心配しているとだけど負けないだろうというふうにその方は言ってましたまだ分かりませんけど、はい、ありがとうございます実際昨見ツイッター探偵団でちょっと言ったんですけど、まあ、昨日の朝ぐらいまでの時にはなんかもね 東京都知事の後継まで決まってるって噂飛んだんですよ。<ー>で、いよいよ小池かっていう。だけれど、昨日の夜あたりから、夜っていうか、この番組は終わって、だからもう未明ですね。えー、あの何人かの名前が出て、そっちの方向に行くっていう話が、あ昨日の夜中ですね。えー、だから多分、そう,そういう方向に、 ななるんじゃないですか、ね、誰かはまだ分からないと。うん、なんんか最近日わわりりで変わりませんんいや、本当に日替わりで変わる、出てくる名前がまあそれにあの僕らが振り回されてるのかもしれませんから、<laughs> <laughs> まあ別にあの振り回されてなんぼのところがありますんで、副団長、ちょっとこの辺の動きについてどうですか <laughs> いや、僕、必死に予算の討論書いてたんでですね、全くもう <laughs>。 まあのまあ、しばらく前は、ねあのえー、新年会シーズンでもあったんで荒木千春さんとも地元でいろんなところで、ね、お会いしてまして、まあ、その頃はあは次の七夕選挙で、ね、あの都議の補選に出てで次の本選に出てというふうに、うん、まあご本人は考えておられたわけですけれども、まあ、東京中国区のこういう状況で、ね、あのそういうあの申し入れとか依頼とか打診とか こういうことがあったのですかねと、もうちょっと最近は、あの全く、まあ自分も議会にどっぷりでお会いしていないので、ちょっとその顔色とかね、あの見るあの機会もえなかったので、まあ、まあ、ただ彼女はあの、非常に上手ですから、あの、まあ、落下山で降りて、降りて中国に行ってもですね、まあ、あの強い、いい候補になるとは、まあ、 ただ、やっぱりわれわれとしてはね、われわれてかうの私としては、日本保守党、飯山あかりさんに、何としてもね、あの一議席国会のバッジをつけていただきたいなと、あの本当に心から思いますねあの東京15区に限らず、あの衆議院の補欠選挙って、他の選挙と全くその質が違うんですね。 それは何かっていうと、まあ、今回、あの他に長崎と島根の、まあ、3カ所、裏返せば、それ以外の議員は選挙がないんですよ。だから、前職の国会議員や地方議員なんかが全部そこの選挙区に入ってくるという点でも、ものすごくピンポイントで、で全国の,その関係者が入り込んできて。 まあ自分は投票権はないけれども、えー、この場所にね、えー、知り合いがいるからっていうことで一軒一軒全部歩くんです。まあ、私はちょっと東京中国からも距離を置こうかと思ってますけれども、えー、私も実は島根県はあの行く予定にしています。えー、もうすでに船体が立ち上がっていて、で、あの各う、まあ、あの候補者、あるいは 外から来る議員が、例えば私が島根一区に持っている後援会名簿を、私自身が全部回ると、これを全部、全国から入ってくるっていう点では、やっぱり補欠選挙っていうのは一般論なんですけど、ものすごくそういう点で、あの組織の力が影響する中で。だから僕は まあ東京・中国の話になりますけれども、井山かりさんがそういう状況の中で、私が出ると言った、このね、やはり非選挙権を行使するっていうこと、これについてね、まず私は心から敬意を表したいなと、その気持ちをどう受け止めていくかっていうことが、やはり江東、えー、区民が問われるんじゃないかなと思います。でさんが、えっと、11えんが えっと、十一番か、えー。ここでね、ちょっと、ご自身で、えー、中国分析をされていらっしゃるんで、えー。ちょっと動画は回せないんですけれども、西草さん。ちょっと、ここで、はい、コメントいただけますか。はい。えー、あの、飯山さんは、僕はですね。<laughs> まあ、かなりいい戦いを。するんじゃないかなというふうに思ってます。で、維新は確かに、金沢優衣さんって、ものすごく。あの、長尾先生も、ご指摘されてたように。 あのここ4年間、ものすごくドブ板をされてきて、ですねあの浸透してらっしゃる方ではありますけど、僕は、あのまあ、その誰がね、その自公候補で、あの自公候補というか、まあ、あのおそらく小池さんが出してくる方に推薦という形に、まあ、なるんじゃないのかなという気はしますけれども、まあ、どなたが出てきたとしても、結構なこの3人で、誰が抜け出すかっていう形の選挙になるんだろうなというふうに思ってます。 であの維新の関係者も、まあ、ただあの、比例がないんでねあの、重複がないから、ちょっとそこら辺があの比例の,かあの維新の方は、うーんって、そこが難しいんだよねみたいなことは、まあ、やっぱりおっしゃってましたけど、まあでもあの、結構このお三方でいい戦いをするんじゃないかなっていう、まあ、そのまだあの自公は誰を推薦するのか分かりませんけど。 まあ、その、で、出してきた方によってはね、結構、いい戦いになるんじゃないかなと思います。副団長、コメントありますか?。そうですね。あの、まあ、僕は、まあ、あの、祈りとしてですね。あの、まあ、飯山さんと、日本保守党には。あの、他党の悪口を言わないでほしいなと。思います。もう、今回の選挙、まあ、他党の、ここが悪い、あそこが悪いと、えー それはの最低限、紳士的にですね本質をつく批判だけはするけれども、これからのえ保守、日本のきちんとした保守をえ自民党に代わってきちんと担い、支えていくのがえ我々日本保守党なんですと、こういうメッセージをねあのもう江東区中の有権者にあのきちんと伝えていただく、これが僕はあのその勝利。 絵の道ではなないいかなと思っていま,す、はい、まあ、今回はまあ与党と野党という戦いというよりは、まあ、新人側とこう出てきての戦いになると思うんで、えー、まあ自民党候補に対して野党候補がということになると、まあ、今、副団長が言ったような傾向になりやすいですよね。えー、まあ確かにあの おっしゃる通り、そういう王道のね選挙戦を繰り広げていきたいいただきたいなと思うばかりでございます。はい、それでは7番いきたいと思います。中国の実態、これは副団長のね肝入りツイッターでございますので、ちょっと解説とコメント合わせてお願いできますか。はい、えー、7番の、えー、これは、えー、珍しく日経新聞を取り上げさせていただきました。 日経新聞、まあ、有料記事なんですけどね、えー、中国社会不安封じ込め活動報告、安全最多の29回ということであります、まあ、この見出しのと、ねえー、まあこの李強首相の活動報告の際し、し、まあ、とにかく安全、安全安、全安全と、ですねこれまでで一番多い29回、ですねあのまあ一生懸命それを言ったと。 であのまあ、経済が今、非常にこう、えーまあ、不調というかあの、まあ、不動産不況というかあのもう債務が膨れ上がってですねあのという状況の中で、まあ、国民の不安もどんどんもう膨れ上がっていてあの、まあ、時々その、えー、デモとか暴動とかあるいは取り付け騒ぎとかいろんなことがまああの、えー、報告されていますけれども、まあ、そういう中で 経済を良くするという解決策でなくて、えー、徹底的に抑え込むという、でこういう方法を取っていくんだという、まあ、宣言なわけですね、まあ。こうやってこういう独裁国家が安全安全というとき、安全じゃないときというのが、まあ、通りそばだと思うわけですけれども、この、えーまあ、昔からあるど独裁国家にありがちな、えー、解決法というか、まあ、抑え込み法というのは、絶対に 経済にプラスの影響を与えるわけがない、どんどん経済は厳しい方向になっていくだろうと、中国の経済力によって世界がいろいろな脅威にさらされてきた十数年、数十年からするとです、ね、これは世界に対して迷惑をかける国の不調というのは喜ばしいことなんですけれども、国内の不満の 矛先を、えー、対外的なです、ねまあ、何かこう、暴棄権による勝利みたいなものに振り向けてくるという可能性も、えー、高まってくるので、えー、そういう暴発をさせない、あるいは暴発をきちんと跳ねのける、こういうことができるように、えー、日本は、まあまあ、いわゆる臨戦態勢を取ってけ、あのー、警戒していかなければいけないなと思います。はい 安全をね、29回もね、唱えられると、逆に不安になりますな、<laughs> 西草さんいかがでしょういやこれはもう、中国経済はまあ、これからど、こうもう問題は要はなだらかに落ちていくのか、一気にどーんと落ちるのかの違いだけで、中国経済の GDP の3割が不動産ですからね、で不動産も今、ガタガタですから、だからあとはもう、本当に急、あの 急降下するかゆっくり落ちるかの違いぐらいで、もうダメになっていくっていうのは、もう絶対間違いないなと、で問題はそのダメになっていったときに、えー、習近平、まあそこはもう今やもう習近平の国と言っても過言ではないですから、あの独裁者が何を考えるのかっていうことをです、ね、考えて、やはりきっちりやらなきゃいけないということと、あとやっぱり、あのまだ今でも経団連のような。 のおじいさま方はですねまだ中国に希望があるみたいな、まあ、日経新聞はずっと中国推しでしたしねあの最近、日経新聞が振るわないのもそのせいもあるんじゃないかと思ってるんですけど全部騙されたとふざけんなみたいなところがあると思うんですけどこんなもん前々から中国なんか危ないよっていうのはかなりな人が言ってたはずでね、まあ、GDP5% 増えたっていうふうになんか言ってるみたいですけど、まあ、そんなもん全然信用できないので、えー、本当にねもう あの企業ま、あまあ僕が言っても、いうのもあの釈迦に説法だと思いますけれども、企業の経営者の皆さんは、本当に一刻も早く脱中国を、やっぱりこれ、本当に考えたほうがいいと思いますまあ中国はね、何を目指しているかといえば、もう毛沢東回帰ですよ、えー、人民がみんな貧乏になれば、みんなそれで平和じゃないかと、えー、妙に資本主義とか、民主主義とか。 そういうものはもうやめてくれと排除すると。トウ・平の時代はあれはおかしかったんだと。もうそういうね、回帰ですよね。ですからもはやまあ中国国内にはもとより金融もありませんし財政論もありませんしえもうとにかく中国のまあ都合主義でずっと経済っぽいことをやっていただけでありますんでまあ、あの 経済学的なことを中国に対して論じても、それは全く意味のないことぐらいのところまで言ってしまいたいなという、そういう感じがします。ただやっぱり、サイさんがおっしゃるように、これ、一気に他国にね、特に日本に、どういう影響が出てくるのかっていうことは危機感を持ってね、やはり日本政府もね、あるわ、財界が、心構えをね、してもらいたいと思いますね。 副団長補足ありませんか、はい、あの心構えというか、もう、ね、ブロックしなきゃいけないんですよ。それれはを心構えね、はい、もうは早手回しに、もう心構えというより、実際、措置をしなきゃいけないなって、僕は思ってあのいますあの、まあ。いろんな措置が本当はできるはずなので、あのまあまあ、岸田さんは絶対やらないという、まあ、だから日本人は尻の毛、まあ、まで抜かれて、好き放題に、ね、しゃべられるんだろうと。 あの非常に悲しく、こんな総理大臣、内閣をあの担いでいる日本は悲しいなと思いますけれども、まあ、国がそういう政策をちゃんと取れないようですから、本当は個人がしっかりと我が身を守らなきゃいけない、企業も我が社を守らなきゃいけないんですが、企業もとんちきな企業多いんでね、皆さん頑張ってくださいというふうに思いますじゃあ、対応しましょうということですね。それでででは同じ中国の関係でですねさん8番 中国スパイの実態ということで、ご自身のツイートなので、解説とコメント、合わせてお願いいしますはい、これね、あのー、元公安警視庁公安部の方が、この、えー、サングラスをかけてらっしゃる方でです、ね、のようなんですが、要はこの方がですね中国のスパイの協力点に潜入したという日系ビジネスの、えー、記事がありました。でまあ、要ははこれはですねあの、まあ、端的に言うと えーまあ、中華料理屋ですね、そういうところで、ですね飲食店が、中国スパイの息がかかった飲食店が日本各地にあるという話なんですよ。で、これに関しては、僕もちょっとかなり心当たりがありましてです、ね、ちょっと名前は言えませんけれども、例えば、え北京ダックのおいしい、結構有名なお店、一時期デパートにも入ってましたけれども、そこはもともと民間企業だったんですが、 中中国政府の資本が途中から入ってますそれから、えー、例えばですよ、例えば、えー、アパホテルのですね、えー、南京大虐殺だって言って新宿区で大騒ぎした、えー、中国人のデモがあったと思うんですが、あれを主導したと、えー、香港のフェニックステレビで言われたある男性いましたね、リ、あのー・コマキさんか。あの人は 中華料理屋を経営してます、ものすごくおいしい店です。そこは朝日新聞の記者なんかよく来てます。それから、この、あこれ、勝丸さんでいいのかな、勝丸遠覚さんっていう方でいいのかな、この方が多分これ、立ってらっしゃるところ、僕、見覚えがあるんですね、多分あのここの右端の方に映ってるお店じゃないかなと思うんですけど、ここは、ある地方の中国の地方料理のお店なんですけど、すごいおいしいところです。で えー、実はここの経営者は、えー、在日本中国大使館の職員です。で、僕は名刺交換したんです、実は。僕、結構、あの当時あ、今でもそうですけど、食べるの好きで何回か行ってたんですね。で、ここはね、2回に1回ぐらいはね、政治家が必ずいるんですよ。もう自民党、当時の民主党問わず。で当時のの、ね、鳩山幸男さんの えー、首相日誌を見るとですねこのお店にしょっちゅう行ってるんですねで僕はこの宴会に現れる謎の女性ってまさに今この出していただいてるこの記事を見て僕はこれで特診したんですあそういうことかとで警視庁の元公安この方ちょっとあのもちろんペンネームなんであの存じませんけれども結構あの漢字だとおとし見した方なんでおそらく僕がそういうお店に行ってた時に、えー、外事 ののととかかにいらした方なのかなと思ってでそう考えるとあ確かに中華料理店あ,あったわとここもあったあそこもあったそれからあの秋葉原警察です今問題になってるあそこは民泊の形取ってるところがありますけれども他にも、えー、警視庁なんかが把握しているところで中華料理店を、えーまあ、か隠れみのというか、まあ、表看板にして実は変な工作してるんじゃないかっていう。 ところはあるんですね。まだあの結構それも有名なお店でっていうのが、この日経ビジネスで日経ビジネスもこういう記事書くんだと思ってえー。なんかちょっと港区にある高級中華料理店って書いてあるから、多分僕が考えてるお店と同じなんじゃないかなと思って。このツイートをした次第であります。はい、副団長コメントいただけますか？そうですね。あのー、まあ、まあ、この手のお店っていうのはまあ昔から。 まあ山ほどあ,あってあの、日本中にですね、まあ、特にまあ東京とかは、ね、いっぱいあるということで、まあ何にもできない我が国の法律が、ありがとうございますあ,あ中華料理屋での会話は、まあ多分全部盗聴されてるんでしょうね。えー ああだからね、どうぞ、北京ダックのお店、嫁さんにと言ったときに、産経新聞の佐野氏も言わなかったです。ああ、なるほど。えー、危ないぞって言って。危ないぞってことですよね。まあ、多分古きよき日本の政治の伝統文化の中にあの、料亭ってのがありますけどね。まあ、料亭ってのは本当に完全にあの密室で。 で料亭の,、ね、あの中井さんだとかおかみもそうだしこれはこれで、ね、伝統文化を守りながら日本の政界のみならず財界が、ね、ちゃんと心置きなく情報交換で,できるようにていうところだったんだけども、まあ、同じ気持ちで、ね、中国の料亭行ったりとかあるいはカラオケボックス行ったりとかいうようなこと多分やってて今日に至るんでしょうな。 えー、本当に情けない限りりであります、はいまあ、皆さんもあの新編にはくれぐれもお気をつけて、あのちなみにあの文化人放送局のスタジオがあるビルの2階にです、ね、中華料理屋が入ってますよね、あそこはうまいですよ、私、毎週あの行きますから、<laughs> 腹いいっぱいになるしひ昼間のバイキングは1000円で食べ放題、もう長蛇の列ですよね。えー まあ、ぜひぜひあの文化人放送局あの、スタジオ見学可能でございますので、大、えー、の皆さん、ぜひ来てみてください。そして2階の中華料理屋に入ってみてください。はい。えー、と、これは私のツイートです。14番。 えーとね、なんか公明党がね、なんであの俺らだけ、えー、幅にされるのみたいなね、えー、そんなぼやきにも似たことをおっしゃってますけれども、先に読売新聞の記事を読ませていただきます。まあ、ざっと言うと、日本維新の会がですね、と、まあ、に防衛装備移転のことをはじめとして、他の法案でもね、えー、自民党に、まあ、とにかくあの賛成するよと。 野党の立場だけどただただ反対だけじゃね日本の安全保障は守れないということで浜田国対委員長と自民党のね維新の遠藤国対委員長が、まあ、公明党を除いて、まあ、話をしたとでこの中にやはり、うん、維新は皆さんご存知の通り前原 あさん率いる教育無償化を実現する会も同じ会派でありますのでこの前原グループもまあこちらの方に協議に参加してもいいよというようなことに対してですねまあ公明党がねうん,まあなんかあのへそを曲げているというようなあの構図であったわけです。 まあそこでまあ私自身が公明党の主張が我が国の国益を損なう可能性があるから弾かれているという現状に気づいてますかと、まあ、反発する前に国益考えて防衛装備一点のことについてもちゃぶ台返しするんじゃなくてちゃんと自民党の意見に賛成しろと維新も賛成してくれる方向性になりつつあるからっていうようなところでね まあここは、ね、公明党に対しては強く、ねえー、出ていただきたいですね、与党も野党も。藤さ,さんいかがでしょうおっしゃるとおりだと思います、やっぱり、次期戦闘機の輸出解禁とかですね、あれでずいぶん公明党が邪魔しましたよねで、やっぱりあと中国に行って帰ってきたら、あの決まりかかってたやつをひっくり返しちゃうみたいなことを、それは何回も繰り返してですよ、あの妨害ばっかりやってたら、それは何のために連立組んでるのか全然わからないので。 まあやっぱりその辺が、ね、自民党の今ちょっと支持率が落ちているところにやっぱり公明党と売買できないあの弱みをこうある意味なめてかかって言いたいほ題言ってたんでしょうけど、うん、まあ今回、その維新と急接近してですねこの件についてはもう一緒にやりましょうとでやってあの焦らせるぐらいの方が僕は本当にいいと思いますよ。うん 与、ね、党の中でぐちゃ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 言うんだったら野党の側に賛成勢力作って公明党い言うことを聞けと、まあ、こういう、ね、構図を、ね、僕は、ね、安倍さんがあ作,り作る方向でいたのかなと、えー、今から思うとそうあの推察します、えー、あの大阪維新の会、日本維新の会、ねまあ、バックには中国がいて、えー、とんでもない部分かもしれないけれども是々非々で 野党の立場で賛成してくれる勢力を作るためには、なるほど、日本維新の会も、えー、一つの仲間になり得るか、ねえー、国民民主党もそうなのか、そういうところでしょうね、副団長、いかがでしょうまず、まずあの団長の追、ね、悼については、まああの、公明党にちゃんと配慮しているなと、国益を損なう可能性があるからと。 いう優しい言い方をされているけど、まあ、私だったら、好景気を損なってるからって断定しますけどね、<laughs> それはさておきいですね、あのまあ、これ、維新の側から、まあえー、与党が自民党の側に歩み寄った、えー、ということだと思うんですが、あのまあ、岸田さんという人はな、結論のが小さいのか、頭が悪いのかあの、国民民主党を歩み寄ってきた時もですね最後はなんかあの、まあえー、期待だけさせて、まあ、何もきちんと成果を上げなくて。 あのえーまあ、離れていったっていうことがありますけれども、もうそういうあの本当に国益を考えない愚かな行動を、岸田さんはもう取らないでいただきたいなと、あの今ね、ね団長も、えーまあ、琴の葉にもした通り、維新だろうが国民だろうが、あの国をきちんと前に進めるために、必要な人とはパーシャルにきちんと手を組むという姿勢をしっかりと。 出ないとまあ、いつまでたってもですね。まあ,あの国益を国益を損なうけれども、べったりとくっついている人というのに振り回されま続けてまあ、国民みんながですね。あの悲惨な将来をまあ、えー、まあまあ、受け入れなければいけなくなってしまうのでと、とま岸、あ、田さんしっかりしてくださいと。とこのように思います。はい、ありがとうございます。それでは最後15番。 えー、昨日か一昨日も似たあ関連のツイートがありましたが、これは副団長、えー、リツイートしてるんで、えー、解説とコメントをいただいて終わりましょうか、16番ですねこれはですね、私、この方が初めて、えー、リツイートというかさせていただいたんですが、えーまあ、これ、奈良県、ああれあ ?16 番。16番ね。<あ>はい、はいはい、小坂さん。これあの、えー、と前もごツイートをご紹介したですね。 日本保守党の小坂英二荒川区議会議員の荒川のご自身の選挙区で起きていることについて動画を撮って紹介されている内容です。行動のすぐ脇で瓦礫を巻き落とす西アジア系の作業員による解体現場、あごめんなさい、新宿区だそうです。 解体作業で上から物を落とすことはよくありましたがそれは被産範囲を想定してその周囲は安全策を講じることが大前提です。この動画のように少しずれれば行動に瓦礫が降ってくるような状態で内部の瓦礫をまくのはありません既存のブロック塀の隣の行動に歩行者がいる際に瓦礫が直撃しか,しかねませんご縁がある方から提供いただいた十数日前の動画ですということで あのまあ、こういう、これどう考えてもです、ね、でいろいろなその、えー、法令に違反している、えー、はずなんですね、まあまあ、お巡りさんが見つけられないから、まあ、こうやって平家な閉鎖でここでやっているわけですけれども、もうとうとう日本でも、ですね、まあ、変な人たちが、あのまあ、変な総理大臣とか、変な大臣とか、変な議員がですね、 日本のルールなんか、知らないよ、守る気もないよ、金儲けだけがいいんだよ、自分が暮らしていければいいんだよという人たちをどん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 招き入れているために、ですねこうやって危険がどん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 我が国の中で発生して、どんどん拡大しているんですね、あらゆる意味において、これをなんとか止められるのは誰か、この探偵団の視聴者の団員の皆様もですね、 本当に、えー、我がこととしてですね、えー、協力して、えー、止めましょうと、皆さん是非、ぜ、え、ひ、ー、力を合わせましょうと、このように思います枝、はい、さ最後に短くお願いします、はいまあ、もうね、あの川,川口、蕨なんかもそうですけれども、あの外国人を受け入れて、ですね強制を図るっていう、その美名はそれはいいんですけれども、もちろん差別はいけませんよ、差別はいけませんけれども、やはり文化の違いがですね、やっぱハレーションを 呼んでそれがやはりあの法和点を超えてしまうとですね日本人にとっても外国人にとってもやはり両方ですねあの不幸ですしまずあの不法滞在者と合法滞在者はきっちり分けてですね不法滞在者にはあの仮放免とかですね、まあ、そういう、まあまあ、あれ制度上の問題もあるでしょうけどなんとかねやっぱりきちっとあの法の下のです、ね、平等をきちっと図って あのやっていただきたいなと一歩一歩そそちらに進んでいただきたいと思っておりますはいありがとうございます、えー、本日も23時ちょっと一分を回りました、えー、楽しく三人で、えー、過ごしました、えー、団員の皆様からも、えー、たくさんの、えー、チャットをいただきました、えー、本日は以上とさせていただきます副団長西口さんどうもありがとうございましたおやすみなさい皆様ありがとうございました